あと一巻の終わりではですね割とあの希望を持った終わり方だったんですね。不快というのは環境を浄化しているというふうにナウシカを持ってですねこれをみんなに伝えさえすれば人類はもう一度分かり合えると。これあのナウシカのですねアニメ版はこのお話でできてるんですよ。だからその 不快の底に,にもう一回綺麗なところがあって、それさえわかればいいのにって言ってるんだけども、アニメ版の方ではですね、それと知らずトリメキアンのですね、クシャナッチャたちは巨神兵を復活させ、そして悪いドルクたちはですね、なんだろうな、あの、オウムの幼虫をいじめていじめて、で、オウムが向こうから来て、うわーっと大解消だ、滅びるしかないねって、馬場様が何かこう冷たいことを言ってですね、で、そこにナウシカ出てきて、やめて、ドッカーン、死んじゃった、ランララララン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 で復活して、 そのもの仰ぎ衣をまといていうふうなことでなぜかラストシーンでなんかこうなナウシカとクシャナ握手したりですねあとなんだろうなアスペルはですねユパ様と一緒に旅立ったりとかですねで最後なんかこう不快の底からですねまた木の芽があの燃えてきたりしてですね生えてきたりしてですねなんかいいエンディングを見て感動の作品を僕ら見たな気持ちになってるんですけども宮崎駿はですね、えー、まあこの段階ぐらいでアニメ作っちゃうの中そうなったんですけども。 えーとですね、2巻ですね、不、え、快、ー、から脱出したナウシカと、えー、アスペルはです、ね、ドルクっていうです、ねえー、もう一つのです、ねえー、なんかトルメキアが戦っている相手です、ね、宗教帝国に捉えられます、えー、ドルクというのはです、ね、僧侶が支配する宗教国家なんですね。夜まけにです、ねまあ、ロケットとか反、ね、重力を使うです、ね、科学力も持っています。 これは元ネタた何かというとですね1968年に日本訳が出たですねその当時はですね「ファウンデーション」という名前で出版されずにですね、えー、草原水理文庫からですね「銀河帝国の攻防というタイトルで出てましたの SF シリーズです。でアイザック・アシモフはこれをですね1942年からかあの書いてたんですけどもなかなかすごいですよね。日本での出版が68年ですけども彼が書き始めたのが1942年っていうのの戦前なんですよね。 ま戦中で言えばいいのかな。12000年続いた銀河帝国はですね、もうほぼ終わりかけてですね、でこのままではこの銀河帝国が滅びてしまって3万年のですね、暗黒時代がやってくると。で、銀河全体に伸びた文明っていうのは、 あまりに高度を複雑化しすぎて、一つの星だけではですね、到底、そうなんだろうな、産業が完結してないと。なので、星と星との間の貿易が途絶えてしまえば、原子力製品みたいな高度なものから最後の方はですね、あの、家電製品みたいに単純なものまで一斉に滅びてしまってっていうのは、 それぞれの星からゼロで作るにはあまりに高度化しすぎてもう仕組みが分からなくなっているともう中身を開けても分かんないし構造自体も理解できないというふうになってしまうそうなると人間っていうの文明っていうのはこれローマ時代みたいにローマ帝国が滅びたらその後文明の暗黒時代っていうのは400年くらい続いたんですけどそんなもんじゃないとおそらく3万年ぐらいは暗黒時代が続くとそこで その銀河帝国のですね、中心でですね、心理歴史学というのをですね、まあ、あの、海祖であったですね、ハリセルダンという科学者は、それを1000年に縮める方法を発見したと。銀河の両端に2つのファウンデーションっていうのを設立してですね、そのファウンデーションが人類の文明社会のですね、えー、ベースとなるですね、知識というのを持っているとで。その知識というのを持っていれば、1000年以内にそれが復活して、もう一回人類は文明を取り戻すことができるだろう。 というののが、ね「銀河帝国の攻防です、ね、ファウンデーションシリーズの、まあ、ほぼ第1巻のあらすじです。で、えー、これがですねでこのですねファウンデーションの中でですね、まあ、中盤ぐらい銀河が文明がだんだん滅びてきてですねだん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 迷信の時代に入っていく時にですねこのファウンデーションがですね周りの星に対して宗教というのを用いるんですね。つまり 原子力兵器とかですね、原子炉とかですね、あの、そういうふうなものを直接与えるときに、科学知識を教えるんではなくて、えー、例えば、制御棒というのは危険だからっていうんではなくて、それは神聖なもので直接触れてはいけないからとかですね。あと、核燃料というのも、核燃料というのは、 このような霊の力によって、銀河霊の力によって守られているから、直に見てはいけないと。鉛の遮蔽物が必要だというような宗教のパッケージで与えると。その方が彼らが分かりやすいというふうに言ってるんですね。これはドルクというですね、その宗教国家のですね、皇帝。あの 二人兄弟、お兄さんと弟のですね、皇帝陛下がいるんですけど、その弟がやった手法と同じ、全く同じなんですよ。ドルクっていう民族はもともと土着のですね、そのもの、青き衣をまとい宗教というのを持ってたんですよで。それに対して100年ぐらい前にですね、皇帝陛下が考えた、考えて布教させたのがですね、化、えー、学兵器というか、そういうふうなものが使いやすくなって、で国民を扱いやすくさせるための信仰宗教みたいなのを発明したんですね。それを国民たちに強要してというか、まあ 彼らもです、ね、すごいそれを信じるようになってきたので巨大な宗教を作るよううになったというのがあります。なのでこの「努力」を書く時の宮崎さんはですねもうもうすごいこう苦労してですねあの何層にも分けたものを書くんですね。っていうのはイスラムの日本人が持っているイスラムに対する印象みたいに何か宗教的で熱狂的だからおかしいんだというんではなくてですね なんだろうなそれなりに洗練された土着的な宗教を持ってたんだけどもそこで言語化されて適当に科学用語が混ざっていて現世利益的な人工宗教を与えられてしまってその結果戦争するようになってしまったというすごい複雑なことを書いてるんですね。だかかかから、なかななこのドルクの下りっていうのです、ね、分かりりとうにくくなっているんですよ。でえーとですねあの もともとアイザック・カシモフのです、ね、銀河帝国シリーズにはですねファウンデーションが2つあると言いました銀河の端っこにそれぞれファウンデーションが1つずつあって1つ目の第1ファウンデーションというのは科学技術を扱うファウンデーションなんですねでもう1つの第2ファウンデーションというのは精神科学を扱うファウンデーションというふうに設定されてますその精神科学を扱うファウンデーションっていうのがですね銀河の支配者としてあのこのシリーズの後半第1ファウンデーションと対立するという構図になってるんですねこの辺りもその ナウシカを読んでみたら、ですねあ。うまく銀河帝国シリーズが入ってるな、と。特にあの第7巻のラストで出てくる墓所という、ですね、真っ黒い墓みたいなものがあるんですね。